はい、おとです。今日なんですけども、今日はですね、皆さん、こちらの企画をやっていきたいと思うんですよ。ドッキリー今のはね、目の前にいるミョンが、これヒカルさんですかって突っ込まんから、ちょっとよくわかんないスタートしてしまったんですけど。僕言う体の話だったんですね、はい、これ。私はちょっとやり直そうと思います。始まりました小焼き Vlog! まあ、というわけなんですけど、今日はですね、小焼きさんにドッキリを仕掛けたいと思っております。どういう始まり方なんですか、さっきから。けー、これ、小焼きブルーの挨拶ですからね。逆なんすよ、だから、はい、さっきから。皆さんもよくね、やってると思うんですけども。やってないわ。はい、まあ、こちらなんですけど、今日何をやるかというと、僕先日ですね、なんと、沖縄旅行をね、プレゼントしていただくと。うん。ホテルもすごいいいホテルで、もう泊まったことないホテルやったんで、嬉しすぎて石鹸持って帰ってきました。どういう個情報なの？いや、ほんまに、ビジネスホテルとかってさ、石鹸もなんか、ホテルの設備ですよ、みたいな感じやん。はいはい、はい。もう、個包装された石鹸があるの。あー。その石鹸わざわざ持って帰ってきました。そういうわけなんですけど、それぐらいホテルにやっぱり泊まらせてもらってね、見てもらったと思うけど、あのサンセットの綺麗さだとか、雄大な自然をね、すごい楽しませていただいたんで、うん。お礼したいなと。なるほど。そしたらそろそろやってきますよね。12月19日、はい、ドクターホグバックの誕生日がね、まもなくやってくるわけなんですけど、もっとあるでしょう。これですね、結構すごいんですよね。19-12は7なんで、非常にラッキーな、まあ、数字なわけなんですけど、全然説明しないじゃん。小池さんの誕生日でもあるんですよね。そうです、はい。で、僕やっぱりね、去年は小池さんの誕生日にこの後ろにいるね、ラッパッパーパッパッパーインシャンテンで有名なあのランマのフィギュアを飽きたわけなんですけど、はい、小池さんね、ランマだけじゃないんですよね、好きなの。まあ、もちろんワンピースのフィギュアたくさん持たれてるね、ワンピース以外で攻めたいなと思ったんですけど、まあ、僕らって言ったら、まあ、大の USJ 好きじゃないですか。はい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 。なので、ね、今日はね、ユニバーサルスタジオっぽい、いや、もうユニバといえばもうこの映画でしょうみたいな、ほう、まあ、僕らの好きなあの作品のね、うん、フィギュアのすごいいいの見つけたんで、へえ、そんなバックトゥーザフューチャーの、ああ、バックトゥーザフューチャーですね。はい、ご存知ですか。もちろん知ってますよ。はい、USJ って今バックトゥーザフューチャーなくなりましたですよね。はい、なくなったんですけど、はい、作品は永久に不滅です。それはもちろん3作出てますけどもね。ドクターブラウン、ドクね、はい、出てくるわけなんですけども、はい、デロリアンと、はい、ドクとマーティーの3点セット。おお、はい、この3点を挙げてどういう反応をするのかを今日見ていこうと思います。ここも3に寄せてくるんだ。はい、というわけで Let's do it! な、呼び出されたんやけど、はい、うん、これ呼び出されたということです。何これ。これ僕はあんまりよく分かっていません。あ、僕もいてくださいって言われたんでここにいます。もういて、カメラのボタン押し て何時だと思って今見てよ、もう5時なんだ朝帰りたいから。もう最近よく見るな、その携帯のカメラ。本当に何の用なの。いや、そういう感じです。ちょっとまあお待ちください。入りまーす。はい、ミステリーボックス本日のね、ミステリーボックスのお時間がやってまいりましたよ。ミステリーボックス、はい、ミステリーボックス紹介チャンネル。こうやって家だと適当な箱なんやけど、何これ。ミステリーボックス紹介チャンネルのお時間です。でかいな箱。そして沖縄のお土産か。あ、沖縄のお土産また買ってきました。いやいや、そうだ、はい、何それ。まあ、これは家なんて適当な箱。うん、え、なんかどっちがだと大きいつづら。大きいつづらと小さいどっちがやりゃいいかってこと。そう、僕開いてるじゃん。あー、ちょっと待って、なんだ、はみ出てるじゃん。よし、やめやめやめ、これあかんねん。こういう時はスズメのやつでしょ、お宿的に言うと。そうです、欲を書いて大きいっていうよりも小っちゃい方がいいよみたいな。なんで令和の時代に下切りスズメの話してるんですか。だから、始まりの時代やからねただあんまりそのなんかこだわってないんで、でっかい方がいいだろうって俺は思うんだけど。いやいや、まだこっちからないよ。なんでじゃあ、力がやろうな。最初から。まあ、いっか、こっちで。はい、あ、大きい方から。じゃあ、何これ。いいんですね、これで。何なんですか、そもそもこのコンセプトは。今日の最近なんか箱紹介したら、うん、なんか伸びるという企画。いや、たまたまですよ、あれは。はい、プロデューサーのミョンさんから聞きまして。そうなんだ。それさ、なんか箱持ってきてくださいって言われたんですよね。箱持ってきてくださいって。最近今日は僕のおすすめの箱を開ける企画。いや、ヤマトじゃん、これ黒猫のヤマト。あー、あのコムドットのね。は、ヤマトさん。いや、ヤマトくんじゃなくて。何回ボケるんこれ。え、会話成立してなさすぎてびっくりしましたよ。まあ、とりあえず開けます。開けていいんすか。はい、お、ざわす。じゃあ開けましょうか。はい、じゃあ僕は開けていいんすか。俺もちろんもちろん。すげえ怖え。開封していく。
終わりに。でこれねでかすぎて段ボール2つ重ねてるんだよ多分。それぐらい入れへん。歯の角度気をつけてな、ほんまに。だって何歯の角度ね。いやね、高級なのそんな割りやすい。ポテチとか爆発するかもしれない。ポテチ爆発する。そうそう、あーちょっとポテチがね心配や。あ、ちょっと見えてきましたね。あ、何かが入ってる。何か入ってますよ。おいしょおいしょ。おお。おいしょ。でかー、これ何。おいしょ。このロゴはバックトゥザフューチャーって書いてますけど、何ですかそれは一体。いや知ってるやん、バックトゥザフューチャーって書いてるよこれ。沖縄のメーカーですか。いや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 。どんなタイムスリップしてんの沖縄。え、これ何、でかっ、何これ。おいしょおいしょおいしょ。何これ、伝わるこのデカさ。そう、梱包材があって、はい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 。ちょ、開けるよもう俺。はい。え、まだ分かれへん。ドゥルドゥル。いや、サメ入っとん。ここから見てると破壊神しか見えないんですけど。マジでわかんない。何これ。そろそろね。お前、おお、なるほどなるほど。おお。切りまして。はい。こちら。どうぞ。ちょっとわからなかったな。うわあ。すげえ。これデロリアンじゃね？そうです。お誕生日おめでとうございまーす。これ。え、すごい。Happy birthday, Koya! Happy birthday, Koya! Happy birthday, dear DeLorean! え、これがバースデーなの？ DeLorean を祝ってるじゃない、最近。あ、確かに。過去から、未来からやってきてくれました。2015年から2022年にやってきましたよ。すごいな。すげー。これ、ホットタイツの DeLorean？ これ。そうです。ゲーデロリア売られてるのって一番高いやつやん。そう、本物の次に高いって言われてる。いやいやいや、すげえ走る。すげえ手垢つけんじゃん。あ、すみません、急に。すいません、びっくりしちゃうよ、ほんとびっくりしちゃった今。新車買ったぐらいの嬉しさあるよ。すげえ、ほんまに動くんや。すげえ、おお、うわ、すげえ開くの。買った本人がめっちゃ驚いてる。これ乗ったよ、ゆりまで。おお。おお。うわ、すげえ。すげえ。めちゃくちゃ細かい。うわ、これはすごいっすね。1985年、うん、俺もこの年に行きたい。なぜなら阪神が日本一になるから。これ倒れてるの。すげえ。こう、こうやね。あ、組み立て式なの、ね、これ外せるわけでフィギュアが乗るからかな。あ、そういうこと。新品じゃん、これ。そうっす。これ売ってないんよな。大変でした。今俺もホットトイズ好きでめちゃくちゃ探してるけどないんよな。めちゃくちゃ高いでしょ。でも結構すごいね、これでかいな。でかすごい。え、これは嬉しいな。これは熱いな。2つありますよ。え、ほんとだ。これは分かるわ。これなんかさ、プルトニウムみたいなこと。あ、そうそう、2つとか。そうそうそう、2つとかあるとね。時計は多分、うん、そうそうそう、この辺にあった気がする。映画の時に、ね、残ったこいつらは何のパーツ？なんかなやろか。こいつのフィギュア。ああ、分かった分かった。なるほど。フィギュア何体も集めてるからね。これぐらいの冊子が良すぎる。ここに多分説明書入ってるんですけどね。そうだそうだ。これ説明書でしょ、裏にある。ああ、本当だ。ライトアップ機能あるらしい。そこ開く。おお。スペアタイヤがついてちゃうと。スペアタイヤついてんの、熱っ。すごい。二人の眼差しが近所のお兄ちゃんと子供なんですよね、本当に。なるほどね。よっしゃ、これで光るはずなんですよね。いいっすか、スイッチ入れて。はい、いますよ。うおお、光った。光ってます、光ってます。うわ、光ってる。すげえ。テールランプ光ってる。すげえ。ちょっと電気消してみます？そうっすね。おお。うわー。すごい。すごくない？光ってる、光ってる、光ってる。飛ぶ、飛ぶ、飛ぶわ。これはいい。ちょうど光もいい感じだ。やばい。やばい。すごい。1985年に。後ろいいなー。後ろも見てよ、ほら。ちゃんと光ってる。すげえ。ほんまよ。
ユリバでしか見えひんネオンの色してる。めちゃくちゃかっこいいな。かっこいい。これは嬉しいね。おざす。めっちゃテンション上がるよこれ。まだあるんすよ、そういや。あはは、ほんとだ。代表つけて。代表天気、デロリアン言うたら、うんうんうん、いるじゃないですか、他にも。ん？ビーフとか。ビーフも乗るの？ビーフ乗るから、デロリアン。あ、まあ乗るよね。うん、まあでも、ビーフはなかったよ。うん、あ、そう。だから代わりにちょっと。出てないんだ。アインシュタイン。いや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 、でかすぎるしな。可愛すぎるから、ちょっと。肝心のある毒とかは？これがね。それが何？あ、小さいつづらの小さいつづらのね、ドンとマーティン・マックフライもおんの。まあまあ見てくださいよこれ、はい、強炭酸水、ピンクグレープフルーツ。いやいや、家にあって適当な段ボール言うてて。だってもう売ってないからねこれ。そうなんや、このシリーズは。そう、おお、ホットドイツの、そう、いつもの箱や。おお、あ、こっちがブラウン博士の。はい、もう一個がで、こっちが M ・マックフライですね。おお、実物の6分の1サイズのデロリアンでしょ。そう、いや、すごい揃っちゃうわけですね。揃いました、ここに。じゃあこれを今から開封していく。いく。箱がね、めちゃくちゃいい。箱がいいよな。そう、うん、やばいわ。マーティーやん。マーティーだ。おお、黄色のね、服着てるバージョンね。ああ、はい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 。この人と実物俺写真撮ってきたからね。撮ってますよね。ちゃんとほら、あのスーパーのね、シーンの。うわー、エメット・ブラウン博士、首ない、怖っ。うわついに成功したか。そういう実験してたんですか。いや、してない。すげえ、めちゃくちゃよくできてるね。すげえ、ライフジャケットみたいなの着てはるわ。見て、ちゃんとスケボーもある。いやー、すげー。これ大事ね。これついてくやつだ、こうやって乗って。ちなみにミョンさんはバックザフューチャーは見て？あ、見てるんですよこれ。あ、見てますか。はい、いつものね、パターンだったら見てないんですけど、うんうんうん、バックザフューチャーだけは見て、知っている、知っています。時計をね、指さしてるような感じ。おお、それこそね、パッケージの再現とかもできちゃうわけだ、うん、いや、できる。めっちゃ驚いてる顔してますね。どこ見てんだよ。勝手に取られた顔してる。もうお前が作ったやろ。毒のブーツってこうなってたんや。かっこいいね。知らんかった。今度映画見るとき見てみよう。そう、最先端の。こんなアンテナみたいなのあってんや。ねえ。おお。あんまり良くないですけどね、こんな乗り方するの。でもなんかこういう乗り方したやつが銃持って追いかけてくるんですよ。そうそう。これちょっとハサミ処理お願いします。え、よってよって。え、ちょっと手とかなくなるかもしれない。はジーパンもダメージジーンズになっちゃうかもしれない。似てるな。いや、似てる、うん、そのカバンもいいですね。いや、これちょっと使用感ある感じなのがすごいよね。ねえ。あ、どこに乗っている。お前もどこ見とんねん。どこ乗ってんねん。それはいい、ドックするところ乗ってんだ。どこに乗ってるんだい、マーティー、お前もじゃ。ドックはどこ見てんだよ。お前もじゃって言われるには見てへんからな。怖いシーンやな。スケボーめっちゃいいよ。いや、スケボーマジでいい。おー、バランスめっちゃいいよ。あー、あー、ドク、ドク。めっちゃ驚いた顔してる。落ちると思わんかったみたいな顔してる。もしかしてこれ運転席乗るのかな、ちゃんと。え、ドクが運転するっていいの。まあ、いいんちゃいます。マッティがすごい凛々しい顔で倒れてる。なんで俺はここに。おー、おお、いけそうじゃない。あ、いける、いけるじゃん。めっちゃびっくりした顔で。乗れたよ。乗れたわーって顔してる。なんか、うわぁ。あ、これ挟まれるやつおったよな、ユニバで。うん、あったあった。あの、人形みたいなやつが。おぉみたいなやつ。あったあった。ご老人を。お、なんとか。なんとかいけたよ。お、いいだな。いいだ。マーティーは？マーティーは？じゃあ、ミョン。そうだね、ちょっと俺カメラ回してんすよ。頼むよ、どう開けるんですかこれ。え、どう開けるんですか。その扉なんと
見分からってる。ほんまの車開けるように開ける。あ、ほんとだ。お、初期からいいよ。初期から妙にいいよ。初期から。これ入るのか。いけんじゃん。いけそれ。いいよ。あ、開いた開いた。ちょうどなんか G かかってる時の顔に似てる。確かに確かに。すげえ。すげえ。もう。死にかけの顔でどこ。いきますよ。おお、すごい引かれた、痛い痛い痛い。引かれる。すごくない。すげえ。すげえ。これは飾り映えあるな。感動ですねこれは。すごいな。これありがとうございますじゃないこれ。ああもう30秒ありがとうございました。これなんか楽しいこのフィギュア。そう。デロリアンだけでもテンション上がるけど、この二人いるのいいな。いや、いいっすね、やっぱね。ドクと写真撮ったから、写真撮ったのを飾っとこう、これ。あ、ぜひぜひ。家に飾っときたいな、これ。あ、もう家でも、スタジオのどこでも。ねえ。はい。フィギュアもめっちゃよくできてんだよ。いや、もうほんまに。え、みょん、どこが気に入った一番。まあ、僕は、まあ、ドクの顔ですけど。差し替えパーツついてないから手やな。手なのだ、うん、なんか持ち物を変えれるみたいな雰囲気やね。そうね。あ、これはついてたわ、メガネ。あ、ほんとだ。ずっとこういう表情なんだ。すごい、ちゃんとパネルもさ、光ってない時のものにも差し替えれる。おー、確かに、うん、マーティーがあれっすよね、年代確認した新聞っすよね。そうそうそう。入ってくる今日はですね、トキトキネミの者の、マックフライさんと違いますよ。はい、ドクターベカバンクの紹介をさせていただきます。両方とも違う。え？二人ともボケないでください。とぼけた顔してドクみたいな顔しないでください。二人そろって仲良しってことがね、伝わりました。なんか今日ビフみたいな髪型してんの。ビフやろ、それはまあ。ガキがビフや。中身詰まってますか。もしじゃないんだよ。ちゃんと見ててよかった。見てるやん。ありがとうございます。誕生日おめでとうございました。大満足です。これこれ飾ったところまたちょっと写真投稿しよう。お願いします。今年は僕多分生配信の大喜利に参加してませんけど。彼女と過ごすんですかね。あ、いやいや、その時は別におるかもしれんけど、うん、そうそう、まあ大喜利には参加してないと。本気なもん来たもんな。去年はかりやったから。あれ誕生日じゃなかったからね、ランマはね。なるほど。そうそうそう。妙からも多分これぐらいのものがあるんでしょ。なんかそりゃあるよ、ね、え、賞味これめっちゃ高いんちゃうか。これはすごいですよ。まあ、ね、まあ、でも妙、稲葉さんのあれ用意してるって言ってたし。稲葉さんって何用意してるんだよ。あれあれか。あんだけ手に入んなかった。あれか。あれあれ。ありがとうございました。しょ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。